オープニングお願いします。何して、あ、はじめまして、今日も始まりました。クラブスターのスターウォーズです。そう、あきおちゃんは今遅刻してます。今日はあきおちゃんがバースデー終わって、お疲れって感じで、やる予定だったのにもかかわらず、パリ今遅刻して、僕今一人なんですけど、一人で喋ることないんで、誰かしらコメント言ってくれたら、コメント拾います。そう、あきおちゃんね、おとといね、バースデーだった。世界はなんかもうあれだね、ニコ生出ちゃダメって言われた感じ。あきおくんはまだ既読にもなりません。僕はポケモン GO やってません。そんな連投されてもね、どれから拾う？これ見ればいいんだ。どれから拾おうかな。世界がまずデキンなのはもう出なくていいって言われたから、そうね、世界はね、出ないかな。で、あきおちゃんと一緒にいるのにね、そうだ、今日カイ君呼べばよかったなと思ってね、今ね思った。さっきもね連絡したけどね、カイ君呼べばよかったと。うん、スタッフさん、これ何話せばいいんですかね、一人だの場合。めちゃくちゃ何も話すことがないんですけど、コメントも拾うのでいいですか。はい。じゃあ今ね、じゃあ一瞬、じゃあ世界、今じゃあちょっと世界に電話してみようじゃ。あきおちゃんにね電話してもね、電話出てくれないよね。ちょっと、あ、もしもし、おお、お疲れ世界。今何してんの世界。ああ、一人でいいの。ちょ、今からちょっとニコ生出てこない。なんで、ちょ俺今ニコ生一人で出てんだけどさ、そう、なんか明夫がさ遅刻してさ一人で出ててさ、今ひたすらコメント拾ってんだけど、そう、そのコメントの中で、いや、そう、コメントの9割が最近世界来ないの、なんか最近世界出てなくないっていう、そういうコメントばっかだから、ちょっと今ねコメントで世界今から電話して呼ぼうよっていう、そう話になって、俺今ちょっと世界に電話してんだけど、嘘、ちょっと急いで来てよ。え、いやもう、あ、そうなの、あ、地元の先輩と、あ、そうなの、そう、ちょっと来てよ。なんか結構世界早く見たいっていう、世界見たいっていうコメントが多いからさ、そんな感じで今秋起きたんで、世界くんお疲れ様です。お疲れ様でした。イエス。いや、遅いでしょ来るの。怖い。遅すぎでしょ、だってどう考えたって。なんかね、一人で俺何も喋ることなかったんだけど。あるでしょ。いや、なかったから。あるでしょ。ちょっとヘアメっぽいの髪の毛。え、ヘアメっぽくないでしょ。お風呂上がりだ。本当に。お風呂上がり。いや、ちょっとコメント消しちゃってよ。え、すげえ。始まりました。ということで。そう、やっとね、やっと喋れるよ。本当に、おらんかったからマジで。はい、ということで。ね、何話せるか分からない。久々にね、遅刻しましたと、すみません。ね。ね。よっしゃ。じゃあちょっと入れますか、酒飲みますか。お前でもさっき一応言ってた、
明夫がバースデーお疲れ様っていう。ああね、俺のバースデーね、本当にみんなね来てくれてマジで嬉しかったですね、マジで。本当にまあ後日談的なあれなんです。後日談というか前日談っていうか当日談っていうか、もうね、ほぼほぼね、もう最近だからね。そうそう、的なまああれなんですけどね、1週間前かな、バースデーの。ああなるほどね。そう、風邪をひいたんですよ、うん、大したことないなと思ったんですけど、なんかね、喉が治り、めっちゃ白いね、これわかる？わからないね、それはね。めっちゃ白いね、これ泡しかないからね、それ。泡しかないから、泡しかないけど、ね、お疲れ。そうは、そうね、ね、風邪ひいて、うん、だけど練習しなきゃいけないから頑張って、バンドの練習ね。そうしてたら、うん、喉、なんか声帯炎っていうの、うん、なんか声帯が炎症起こしちゃって声全く出んくなったんよ。そうだ、ちょうど前日ぐらいに。なんかね、当日めっちゃドーピングね、うちに病院だったね。当日だってステロイドもらいに行ったからね、ね、ステロイド。そうね、そう、まあ、ホストだから若干話持ったけど、あれ打ったっていうか、まあ内服と威力変わんないらしいから、うん、ね、あれこれコメント取得しないと、うん、そう、見方もよくわからんけど、そのコメントのやつ。内服ね、内服と変わんないらしいから、なんかそう、内服薬めっちゃもらったんだけど、うん、必要以上になんか飲んだせいでね、俺今日とかめっちゃ体重いんだよ今。あれだね、高血糖になってる今。なんだっけ、後遺症っていうかさ、あれよね。あ、副作用、副作用。そう、そう、それがいいだろ。そう、ステロイド。まあね、そうそうそんな感じで、すごい俺体痛いんよ。なんだよ。いや、ほら、海行ってさ。あ、そっか、バカバカ超やばいから、ほんとに今多分これじゃ多分ね触りづらいけど、めっちゃ赤いやん。やばいやばい、もう赤いとこじゃもう色がね変色しすぎて、なんか寝るのも大変だった。ちなみに遅刻の理由ではないです、今の俺のストライドくだりは。単純に、ね、バンドやったんだけど、バースデーで、ね、だけど声が全く出んかったっていうね。そうね、ね、まあでも日焼けしてるから別にむくんでるってわけだよね。これでも俺最近4キロ痩せたからね、体重ね。あ、痩せた痩せた、めっちゃ痩せた。先週の月曜日59だった体重が、うん、で土曜日測ったら 55.3 だったよ、うん、やばっ。何ダイエットしてんの？いや、食べなかった。あ、食べなかった、食べなかった、最近。あ、食べれなかった。そう、最近ご飯食べれなくなったよ。ああ、拒食症？拒食症ね、病んでんのかもしれない。拒食オート？いや、オートはしないね、さすがに。そうなんよ、俺は食って食ってしょうがないよ、うん、断食らしい、断食にはただ単にね、ご飯が食べれないだけなの。何食べれない？なんか食べる気にならない、ご飯がね。病んでんじゃん。病んでんのか、じゃあ。じゃあ、メンヘラだね、完全に。いわくメンヘラなの。でもね、昔よく言われてメンヘラだねって。本当に、うん、だって、なんか世の中斜めに見てるような感じの雰囲気あるよ。いや、世の中ちゃんとまっすぐ見てる。本当に、うん、結構ね、まっすぐ見てる。ひねくれてるやん、結構。いや、結構性格的には純粋よ。だってスター始まった時のなんかミーティングで結構ヤバいやつやってたや。何よそれ。なんかユウさんが真面目に喋ってんのにさ、うん、なんかさ、BGM ブースの中でさ、携帯いじってさ、電話したね、あれ。そう、ミーティング中にね、ミーティング中に電話してて、うん、俺その後めっちゃ怒られたもん、ユウさんに。でしょうね。ユウさんとナギスさんとリョウさんに囲まれて、ヤバいよね、お前何しとんって言われて。ヤバいよね。めっちゃ怒られた、それ。あったね、そんなこと。だって俺外事だと思ったもん、やっぱそういうやつだわーと思って、ひねくれもんだわーと思って。ひねくれだ、ただ単に。いや、多分電話優先したね。あ、そういうこと。うん、完全に。結構大事な電話だったの。結構大事な電話だった。うん、アフターどこ行けばいいって言われて。はいはい。アフターどこの場所に行けばいいの、それで。うん、だから俺、お願いだからもう電話してこないでって言ったんだけど。しつこかった、ね。まあ、そしたらね、うん、まあ仕方なくないけどね。まあ、まあまあ俺結構ヤバいやつだと思った最初。俺でも実際でもあれ今何ヶ月 ?4、5、6、 今4、もう4ヶ月目。一緒に4ヶ月働いたじゃん。そうだね。そうでもないでしょ別に。そう、普通の人じゃない。なんかそうでもなくなってきた。そうでもないでしょ。うん、面白いのは知ってたけど、うん、そうでもなくなってきたでしょ、うん、味がなくなってきたんだろうね、多分ね。そう、多分味がなくなってきた、ね、完全にね。俺もちょっとね味消えかかってんだよね最近ね。ヘルプつきたくない病が流行ってる。あー、そうだ。だからいつもなんかDJ ブースに11時ぐらいまで隠れてるっていうね。そうそうそう、噂があるからね。そう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 。隠れて、ここで言わないでよ、もう。いや、やばい。じゃあなんかもうヘルプ怖いんだよね。世界元気ですか？世界元気だよ。世界マジ電話したから、ほんとに。リアルタイムで。へぇ、来いよとか言ってたの？いや、そう、いや、俺一人やったから、だから世界に電話して、今から来てる。あ、近いよ。
え、あ、近いやん。そういうのが今地元の先輩とね、遊んでるっつって。うん、そうそう。でも一回でもなんか世界の地元の先輩ってどんな人なんやろって、はいはい、思うよね。地元の先輩って名前だけ聞くとなんかあれだね、なんかちょっと怖い感じ、ね、怖いイメージあるけど、怖い感じ、あいつと絡んでるって考えると、そう、世界のだから世界のキャラの地元の先輩って多分同じような感じなのかもしれない。どうなんだろうね、オタク系でもなければ、オタク系、芸人系、え、芸人でもないじゃん、あいつ。いじられたらなんかすごい嫌だみたいな、ね、うん、まああいつはね、そうそう、なんか似たような感じなのかもしれないね。何何、なんでヘルプ怖いの。いやなんかね、最近ね、初めましてすごい嫌なんよ俺。でも分かる、それ初めまして、なんかちょっと嫌になっちゃって。初めましての人とさ、喋るときって怖いよね、結構ね。え、っていうか、なんかユースのときはほら、そんなに初めましてもなかった。ああ、まあね、一緒になるからね、一緒になってからね。そう、あれはね、一緒になると、初めましての数が倍プラス、うん、あのね、初回の数も増えるから、まあ、本当に倍になるよ、数が、初めましての数が。それだから、初めましての人に対してめっちゃコミュ障になるよ。そう、何喋ればいいか俺わかんないよ。わかるんだけど、なんかね、うん、もうね、ごめんね、俺ホストやってるんだけど、うん、あのね、めんどくさくなってきたよね、いよいよ。ああ、まあ、そう、だから初め、なんか初回もいけないじゃん、その通りなんですよ。なれ、なんかなんだろうね、だから最近頑張んないようにしてみたよ、初回も。ああ、逆に頑張って、その初回で呼ばれないように逃げ続けるようにしたんだけど、逆にでもそっちの方がいい、効果なんか、ね、ね、いいかもしれないね。意外と送りもらえるんだよね、なんかやる気ない方が頑張ってる時より。ね、ヘルプ行かなくていいようにお客さんいっぱい呼ぼう。お客さんがいっぱいいないんだよな、俺。ちょ、マジで体が超痛いよ。お客さんとさらにさ、こうやって固定客を作るってなったらさ、うん、また初めまして増やさなきゃいけないわけや。まあそうだね、だから初めましても嫌だからさ、それも増えないね、完全にね。そう、そういうことはどういうことかっていうと、もうホストやめろってことなんですよ。もうダメな答えが出てるんですよね。だからちょ、マジでほんとさ、やばいね、やっぱこう見ると赤いね。赤い。ツイッターにはさ、写真を載せたの、どんだけ日焼けしたかっていうさ、うん、写真を載せたからさ、うん、あれだけどさ、超やばいもん。俺もう今日お風呂も入れなかった。あ、でしょうね。もう水風呂にしといたから。なんでそうにもなってさ、うん、やめらんないんだろうね。俺らさ、だってそうじゃん。あの、海とかさ、開放感溢れるけどさ、後でさ、絶対に日焼けが待ってるやん。そうなの。皮むけたりとか。でもなんだろう、あの、炎天下の中、寝てるのが多分気持ちいいんだよね。はいはい。だから多分そう、気持ちよさがあるわけ。そうそう、あのお酒と一緒よ。そうなん、お酒だってさ、2日目絶対さ、うん、きついの分かってるやん。いや、まあ確かにね、時間的にも体力的にも二日酔い的にもさ、うん、でも飲んじゃうわけや。そう、あれなんだろうね、分からん。でもヒサロじゃダメなの。炎天下の中サングラスかけて寝てる姿が多分自分がかっこいいと思っちゃってるから、それに誘われて、そういうことね。そう、寝てる。はい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 。だからもう日焼けはなんかグリコの負けみたいなもん。意外とあれだね、大人っぽい楽しみ方してんだ。そうだね、やっぱ20代後半になるとさ、遊び方でも分かんない、大人の楽しみ方が。そうね、何なんだろうね。あの、別にいいじゃん、ポケモン GO やったって海の中で。いやでもなんかめっちゃポケモン GO やって、なんかみんななんかやって、ゼニガメおったとか言ってでしょ。ミニ竜とかね、うん、だって手に入るチャンスやん、行ってしまえば海なんて。でも強力なポケモンが。でも俺分からんけどさ、なんでそんなにみんなポケモン GO やってんのかすごい謎でしょうがない。なんでなんで。いや俺が やってないけどさ、いや新しい技術よ。確かにね、新しい技術だね。確かにそれはあるね。あ、俺最近ね、何匹集めたって言うけどね、最近できてないんだよ、ちょっと。なんですよね、今日も行こうとも雨だったしね、うん、あのバースで直前にね、あのやってるやつバカだと思う。まあ確かに。もうちょっと緊張感持ってない、緊張感持ってない。バースで直前にやってるやつバカだと思う。サングラスの下は目の女下、サングラスの下の目は女の子。いやいや、全然女の子おらんかったよ。ほんなに。もうだって隣におったの韓国人だったよ。やば、韓国人、ニーハオニーハオ言ってたよ。韓国人ニーハオ言わねえしな。いや韓国語わからんニーハオニーハオ。え、韓国人にニーハオって言ってたの。ニーハオニーハオ。え、韓国なんだっけ、挨拶。アニハセヨよ。アニハセヨとか、アンニョンとか言っときゃいけない。何もしないけど、じゃあ何、今のもしかしてちょっとボケだってこと。今分かっててやってたってこと。まあそういうこと。グイ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 してもあれやん。でも物の何分前、10分前ぐらいか。おマジ俺喋る相手おらんくてマジで気まずかった本当に、うん、いや別に一人でもいけるやん。何話せばいいか分からない。じゃあそれ、あと次ちょっと CM だけ一人するんで、一緒だけ。あ、いいよ。俺だから、じゃあ、期待しててください。CM で。こんな俺だけど
一生かけてあなたを幸せにします。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク熱いね。イオンインク。はい、ということで、ね、あの、CM 開けましたということでね、あの、今日はね、じゃあ、残りのね、15分間はちょっとね、新しいトークテーマということでね、あの、ホストのモラルについてちょっと喋っていこうかなとね、ちょっと思うんですね。そう、モラル。みんなモラル意味わかる？モラル。わかる？あの、道徳っていう意味なんですけどね、道徳。まあ、世の中の善悪のね、まあ、多い方に、まあ、うまく常識的にやっていきましょうみたいな感じの意味合いなんですけれども。DV しないとか、まあ、そういうこととか、ポイ捨てしないとかね。でも結構街中はやばいやつ多いじゃん。うちの店で特にやばいやつ多いんだけど、ほら、あれや。出禁が多いんよ、うちの店。出禁が。ね。出禁。はてなはてなはてなじゃないよ。あるあるある、出禁めっちゃある。ね。ここ最近だとね、あれもカラオケぐらいかな、最近だと。結構ね、カラオケの中でね、裸になって、何しとんねん。裸になってね、なんかお酒掛け合ったりとかするんよ。あ、ユースの時なんか出禁めっちゃ多かったね。そう。めっちゃ多かった、出禁。マジで海とかプールかな？プールのさ、ジェットスライダーとかでさ、ね、海パン脱いでさ、滑っていくやつとかいるよ。そう。俺も全然出禁になった。私なんか、誰とは言わないけど、まあ、うちの主任でね、道路に入れる人とかいるからね。そうそう。まあ、ぶっちゃけ、ユース荒れてんな。まあ、これ、小学校、中学校みたいに言うなよ。ね、道路に寝転がったりとか。あと、タクシー乗ってる時に、前にいる人が、タクシーのね、何ハンドルのクラクション。あれ鳴らしてみたりとかね。結構いろんなことするやろ、これ。ね。なので、ね、女の子たちもね、女の子たちもマジでなかなかそうやってモラル壊さないんだけど、ね。そろそろ混ざろうか。混ざる。しかし、腹筋したら。そうね。モラルね、モラル大事だからね。でもモラルないっしょ？俺、モラルの塊よ。ゴミ拾うし。どこの？なんか、その辺に怒ってる。その辺？うん。よ、俺結構あれよ、自分家のマンションとかでゴミ起こったら俺拾うの。本当に？俺結構拾うタイプ。やば。そう。もう死ねって書いてある。やばいもうね。多分死ねって書いてある。多分ね。俺分かるよ。帰れよ帰れ。あ、本当に？なんか。そう。コメントするねって言ったもん。出た。カイ君、カイ君これだとこれカイ君だとしたらちょっとセンスないよ。やばいね、モラルがないかもしれない、ね、逆に。これモラルないよ。うんモラルモラルそうあコメントするねじゃない見ますって言うの青い青いなの青いじゃないし青いこんなことないし青い多分死ねないとか言わんなそれ青いはカイさんじゃない青いじゃねえかよカイさんじゃない別にいいけど青いじゃないんだよまあでもね青いコメントしてるのそうむしろさコメントする暇があるならさなんで来なかったと思うよ俺今日誰かしら来るのかなと思ったもん。あいやグループラインに送って。グループラインでさ、送ってさ、貼ったよ。うん、あ送ったじゃん。で、うん、俺絶対誰かしら来ると思った。うん、気づいたら2人よ。うん。多分今までのこれさ、一緒に2人きりになることってなかったよ。うん。だからちょっと若干悪いけど気まずいよ。え、めっちゃなんかこれ怒ってるから。うん。撮影呼ばれてないです。今日撮影やってるんですか死ねえよ。やばいよ。やばすぎだね。死ねえよとかね。めっちゃウケんじゃん。単純にね、グループラインに上げただけだったら誰もね、うん、来ないからね。
青い LINE から消えたのでグループいませんあ、そうだ、青いないんだそうだ青、そうだ、誰も招待してなかったね、青いのことね。そういえばそうだったわ、そういうことか孤独ですね、っていうかね、若干青いね、この個人 LINE 送るのはね、気まずかった点もあって、俺の中では。あの、まあ、ゆっくり休んでくれ。俺的になんかね、個人に送るのはしないよ、俺。個人に来てよって送ることはしないよ、絶対に。嘘、一回前に来てよ、俺。どうしようもないね。どうしようもないですよ、そう。ギャラ出すからって言われたね。そう。スターウォーズの後、ポケモンしましょう。俺、したいんだけどね、ポケモン GO。今日ちょっとね、地元の後輩のトム君が遊びに来るからね、こっちに。あの、ね、イベントに来てた。ちょっとしゃぶしゃぶするからね。まあいいや、その話は。まあいきますか、じゃあモラルについて語りますか、ね、今のね、葵くんも若干モラルなかったけどね。まあね、確かに、それはねモラル、まあ、ね、難しいよね。俺今日思ったのはさ、ゴミステーションにさゴミステーションってなんかさゴミステーションにさゴミ捨て場じゃない、まあゴミ場でもいいよ、ゴミ捨て場でしょ。ゴミ捨て場にさ、ポイ捨てするやついるやん。どういうことそれ、ポイなんかちょっとしたゴミを、うん、ゴミ捨て場に、うん、やるやついる、うん、あー、なるほどね。でもその人からすると感覚的にゴミ箱感覚じゃないでしょ、感覚でしょ、感覚はね。俺それ思うのは、うん、まあ、最近、まあ、犬いるからさ、俺思うんだけどさ、うん、あの犬がさ、ゲージの中のさ、シーツじゃなくて、うん、シーツとこうやって毛布置いてあって、うん、シーツの方じゃなくて毛布の方でうんこするのと一緒の行為だと思うんだよね。あー、なるほどね。本末転倒だしな、みたいな。あ、確かにね、うん、犬ね。俺もこれね、俺も犬どこ行ったんやろ、俺の犬。ねえ、ね、飼ってたの。うん、ミニチュアダックスフンド飼ってたの。本当に？そう、気づいたらいなかった。なんでいなくなったの？なんか女の子に連れてかれたとか。違う。なになに？なんか、うん、前のお店で、うん、社員旅行行くのに、うん、犬を実家に預けたの、うん、で、なんか2ヶ月間ぐらい犬取り行かなかったの、うん、そしたらなんかもう懐かなくなっちゃって、犬が名前呼んでも来ないし。やば、ハイビゴンのせいで俺のこと、ハイビゴンでそんな太ってないよ俺。とんで、そう、それでなんか帰ってこなくて、うん、なんか一緒にいたくない。あ、じゃあいなくなったんじゃなくて、もう同じように生活できなくなった。そうだね、まあいなくなったね。おやつあげるわって。おやつあげるやっぱね、ダメだ。普通さ、ちゃんと懐いてたらさ、犬ってさ、人のこと覚えてるからさ。いやまだね、生まれて 2,3 ヶ月ぐらいだったの。あ、その犬が。そういうことか。まだ赤ちゃんだったからね。そっかそっか、それ残念だ。昔は道徳の授業あったの、今ないの？道徳の授業ないの？いや、ぶっちゃけないんだ。道徳なんて小学生だけでしょ、やってんの。てかさ、ああいう授業さ、うん、意味ない、葵入りました。これ本当に葵のアカウントだったんじゃねえかよ、うん、今俺内緒で招待したんだけどさ、うん、葵を本当に葵だったわ。あ、そのアカウントなんだ、分かるんだそれは。うん、まあでもね、うん、道徳の授業ってなんか変な学活みたいなことしか俺やってない、やってない、はいはいはい、イメージしかないの。はい、学級活動ね。そうそうそう、なんかみんなでだから、じゃあ道徳の時間に外で遊んだりとかさ、はいはいはい、そういうのしかなかったね。あれね、あの授業さ、あの意味ない授業だなと思ったわけよさ、うん、俺よくよく考えたらさ、今考えたらさ、めっちゃ大事なことできるじゃんと思ったよね。あ、道徳ね。そう、集中できないと。そうだね、まあ変にね、算数とかやるよりね、やってた方がいいね。そうそうそう、で、まあ算数は大事だよ。算数大事？大事大事大事、算数は全ての、うん、全ての、うん、授業の基盤になるから。物事を論理的に捉えるってことは、どうやって勉強すればいいかっていうことを逆算的に考えることができるから。完全にガリレオの見過ぎでしょ、それも。違うから、ガリレオの見過ぎやそれも。決してそんなことないから、算数はめっちゃ大切だよ。うん、道徳はもう生きていくが大事だけど、そう、生きていく、人とね、まあ、確かに人としてのね、人とそう共同生活するが大事だけど。まあ確かにね、美術とかの方はいらないよ。どうなんだろうね、美術って。美術、美術ね、美術なくて悲しむせいって、だからぶっちゃけ、そうそう、美術って多分昔からの名残だと思うよ。俺技術の方が好きだったな。あ、技術ね、うん、それも多分昔から名残だと思うんだけど、あのなんか昔勉強できなくて苦しんでた人たちがやろうよっつってやったもんだと思う。あー、美術ね。けど俺らそのさ、ありがたみわかんない。今選挙権って言ってたよ。あーね、昔は特定の人しか選挙できなかったのに、もう今誰でも出れるからね。そう、だから何のありがたみもないやん、もう。そうだって今だって最近なんだっけ、今やってる選挙、新宿の選挙で
何ポスター裸の人おる。あ、いた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 。裸の人おる。あれ誰をターゲットにしてんのかね。そう、やばいよ、ね、あれやばいよね、うん、俺分かんなかった、あれ誰ターゲットにしてんのか。いやまあ、俺もうちょっとまともに技術の勉強しときゃよかったもん。意外とね、あれだよね、あの今考えたら、あ、必要なんだなとたくさんある。なんかさ、俺そう思ったの、月曜から夜更かしって番組あるやん。うん、あれでさ、シェイクスピアの朗読会っていうのがあったんよ。うん、なんか、おばさまたちがハマってよくわからないみたいな感じで、はいはいはい、で、なんかちょっとバカにしないよ、マツコの。うん、あれ、うん、なんか、つまり髪が私とよくわかんないしね。ただ俺思うんだけど、当時そのシェイクスピアがあれ演劇の台本なんだけど、もともとね、ロミオとジュリエットとか、うん、あれを書くのに、その紙っていうのがすごい価値のあるものだったよ。だから死に物狂いでたくさんのお金かけて物語を書いてたら、なるほど、ね、本当にその時、その時代にとってはすごい大事なものだったよ、うん、けど今じゃもう、ね、まあね、小説なんて何の価値もない、まあ、でも俺ここだけの話よ、うん、俺昨日の月曜から夜更かし見せて思ったことがあったよ。ああ、何や。なんか俺すごいウケたのが、うん、5年前に付き合ってた女の子がテレビに出てたっていう。キャバ嬢、キャバ嬢じゃないけど、キャバ嬢じゃないけど、キャバ嬢じゃないけど、そう、なんかね、合ってんのかよ。あの3人組の どれだよ、どれだろうね、どれだろうみたいに合ってんじゃねえかよ。俺がでもね、21歳ぐらいの時だったな。やばっ。じゃあ俺さ、それ知ってたからさ、うん、聞いてたからさ、そ俺それ見た時にさ、やっぱりマジ受けたなと思ったの。俺本当に21歳の時とかさ、うん、顔真っ赤なの、日焼けのせいです。フェフレーね。じゃあほんとさ、フェフレーのツイッターやばいね。そうそうそう、俺の知り合いの知り合いがフェフネーやって。あー、出た6時の隔たりね。そう、いや分からんけど、でなんか、うん、俺の知ってる人の友達がゆっこママだった。へえ。ちなみになんか哲学の本とか読んでみてよって言うけど、あの俺結構たくさん読んでてね、6時の隔たりっていうのがあるんだけど、人間はあの知り合いを6人まで辿っていったら絶対誰ともつながれるっていうね。ちょっと調べてみて、6時の隔たり、これめっちゃ面白いから。なるほどね。ということでね、まあ知り合いが知り合いを呼ぶってことで、だって俺の知り合いユーサーやからね、みんなね、ユーサーの知り合いよ。そうだね、確かにね、友達の友達よ。そうなるね、完全にね。そうそうそう、ということで、でも、ほんとかわいそうだね、これ。やばい、俺も一瞬裸になって見せてあげられるべきだ。うわぁ、かわいいなぁ。どこが乳首なの、ちょっとわからんけど、めっちゃ赤いよ。意外と綺麗な体してるね。そう、赤いよな。はい、ということで、すごい短いね、30分間僕20分間かな、だったんですけれども、俺、ね、俺もずっとフルでおったわ。まあ、初回はいつも通り、2000円90分でね、ニコ生見たで待ってるんで、ね、下の番号で。確かにね、皆さん、よかったら来てください。というわけで、来週からはまた真面目に放送します。ありがとう。スターウォーズ僕が売る感覚に投げかけるすべもなく、黙り込んだことにすがる何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝い込んだ仮面をやめ、紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力で。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。